東急5200系電車、東急5200系電車、東急5200系電車は、1958年、昭和33年から1959年、昭和34年にかけて、東急車両製造で合計4両が製造され、1986年、昭和61年まで、東京急行電鉄に在籍していた、通勤系電車である。 日本最初のステンレス構成車体の電車であり、外反に多数のコルゲーションが入っていた外観から、湯んぽ、あるいは5000系、青ガエルのステンレス板であることから、ステンレスガエなどの愛称が付けられた。ただし東急の公式な愛称ではないが、6000系の登場以降は、湯んぽは6000系の愛称となり、ステンレスガエルがより定着していった。 国鉄サロ153型900番台と並び、電車としては日本で初めて車体外販にステンレス鋼を用いた。1958年に東急車両製造で渋谷でハ5201、サハ5251、デハ5202の3両が製造され、同年12月1日から営業運転を開始した。基本性能は5000系と同一であるが、 5000系が軽量効果の高いモノコック構造を採用していたのに対し、統計列は通常の構造だったため、重量は超軽量車の5000系よりむしろ重くなった。骨組みは普通校であり、一般にセミステンレス車両と呼ばれるものである。狙いとしては、無塗装によるメンテナンスフリー化と腐食しないため部材を薄くできることがあった。 なお扉と窓の配置は5000系と同じだが、車両全長は5000系の18.5メートルに対し0.5メートル、短い18メートルである。客用扉は、落成時点では、窓ガラス面積が大きいものを採用していた。変わった特徴としては、二段式の客室窓が、鶴べ構造になっていた点がある。うち、窓を上げると、ワイヤーで連動した外窓が下がって、 上下で通風できるようになっていたが、後に通常の窓構造に改造された。1972年、昭和47年の更新工事の際には、室内の強制送風機も扇風機に変更され、客用扉も小窓のものに交換された。出ハ5202号は1977年、昭和52年に接触事故に遭い、その際の復旧時に、 全面下部のコルゲーションが3本なくなり、顔つきが変わった。導入当初は東横線で使用され、1959年、昭和34年には、中間電動車で、5211を増結して4両編成となった。1964年、昭和39年には、電園都市線へ転属。1979年、 昭和54年3月には中間に5000系で、派5117号を挟み5両編成となり、1両だけ、色違い、形違いと編成日が崩れたが、同年8月の田園都市線、新玉川線の直通化により、大井町二子玉川園、現、二子玉川館が、大井町線として分断された際、東横線に転属となり、桜木町方に5000系二連、 デハ5054デハ5050を併結した6連で運用された。しかし1980年、昭和55年の東横線5 0 0系運用終了と同時に大井朝鮮に復帰した。その際には再びデハ5117号を組み込み5両編成となったため、1両だけ緑塗装車が蘇生される、陳編成が復活し滅つ存在だった。 戦闘車の前照灯は当初白熱電球一灯だったが、1983年、昭和58年3月には6000系と共に、シールドビームに投下された。同年8月には2度目の更新で大枠を補修し、車体側面下部のコルゲーションが3本なくなり、戸袋窓も一回り小さくなった。1985年、昭和60年6月には、 大井町線の5000系運用終了に伴い5200系メカマ線に転属し、佐波5251号を抜いた全電動車3両編成で運用されたが、1986年、昭和61年5月に5000系ともども運用終了となった。1986年、昭和61年に、上田交通、 現、上田電鉄の河川電圧 1500V 小圧に、伴って5 0 0 0ととも2乗とされ、模波5201区百5251、デ五5202を、電装解除の編成となったが、1993年、平成5年、7 2 0 0系への一斉を機会に、伴い営業運転を終了した。デ五5201号は東急に変換され、 長津田検尺に保存されていたが、その後、東急車両製造横浜製作所、現、総合車両製作所横浜事業所の構内に保存され、東急車両産業遺産制度の第一号として永久保存されることが決定した。現地では、2009年8月に同遺産に指定された、東急7000系、デュハ7052号と背中合わせで保存されている。なお、 この2両は2010年5月15日に産業考古学会ジャイアスから推薦産業遺産の認定を受けているほか2012年8月7日に日本機械学会から機械遺産第51号2012年度認定分の一つの認定を受けたその他の車体は戦闘車区5251号と中間車一両最初に出5211号が後釜に サハ5251号がサハ5202に、開板ずつ、計2両が、上田電鉄の下野号電車庫で倉庫として使用されて、いたが、後に、中間車は解体され、先頭車のみが倉庫として、使用、生態保存されている。その後、この先頭車は2006年に、イベント用として、松本電気鉄道、現、アルピコ交通からパンタグラフを譲り受け装着し、 東急時代の状態に復元された。下表は、全車両の春行日と東急での廃車日、そして処遇の対象表である。デハ5117のみ5000系であるが、編成に含まれていた時期があるため参考として、記載する。上田交通での処遇については、本文も参照のこと。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。